まれたところや皮膚やほびほびで。ペライちゃん、フジテレビ御用達の三浦瑠麗ちゃんが、めちゃまし8と浅沼をこっそり出演キャンセルしたそうな、かわいちょ。さらに夫の詐欺行為の追加情報をわかりやすくお伝えします。まず、何が国際で、何が学者なのか、わからんこのマウント女子。三浦瑠麗の夫、三浦清志の会社が、太陽光発電への出資で、約10億円を騙し取ったとし、刑事告訴され、かの東京地検特捜部が家宅捜索してて、瑠麗ちゃんは、全く関与していないとのたまったんですが、やっぱりレギュラー番組目覚まし8浅沼出演から名前削除されてて、あ、キャンセルしたんじゃねとか、あ、逃げたんじゃねとか、フジテレビがルリちゃん出すのをビビったのか疑われてるんですが、スポーツ報知によると、フジテレビとルリちゃんと双方合意で総合的に判断して出演を見合わせたという大人の対応。あ、遅いよフジテレビ。この事件調べたらかなり前から夫やばいってわかってたみたいよ。で、その夫の話なんだけど、詐欺疑惑の概要が明らかになってて、夫キヨッシーが運営する会社、トライベイキャピタルっていう会社があって、しかもその会社が、ルリちゃんの会社と同じ住所にあって、あ、まあ、それはいいんだけど、その会社が9万坪の土地で太陽光パネルの事業をする大プロジェクトになってて、その9万坪の土地を取得するのに、住民同意とか、いろんな事業許可を取る必要があったのに、この夫の会社は、土地も取得できてなくて、住民同意もできてなくて、以前にも訴訟を起こされていたんだって。で、このトライベイキャピタルが、この太陽光発電を目的として作った会社、STC3 って会社に、不動産会社マーキスってとこが10億円投資してて、実際この STC3 に10億円振り込まれてて、振り込んでいるのにその事業に実態がないと民事訴訟されてるんだけど、この訴訟を起こした不動産会社マーキス社長、最初さんって人が、メタキャピタルっていう投資会社もしてて、その会社の顧問弁護士が、元東京地検特捜部長の人で、その人のつてで東京地検に刑事告発したんじゃねえって感じで、ですが、さらに別の疑惑もあって、今度は、三浦瑠麗の夫の弁護士。それが、あの、超一協会の弁護人だった。っていう不思議すぎるお話。まあ、これは置いといて。まあ、現代ビジネスさんが掴んでるんだけど、夫キヨッシーの代理人が、福本信也弁護士って言って、旧超一協会の顧問弁護士だったんだって。まあ、しかも現役信者で、三浦夫婦と同じく、東大卒のエリートマン。そんで教団の多くの訴訟で代理人を務めているとか。節子。もうズブズブや。ルリちゃん、安倍総理大好きだもんね。まあ、そんな感じでまるっとまとめて我思うに。ルリちゃん、大ピンチですね。この人大体写真見たら、足組んで喋ってんだよね。そんで笑うときは、情けない眉して、蔑んだ笑いをしたような印象なんだけど、いくら頭が良くても、明瞭に説明できない頭の悪さは否めない。そんで、インスタでシャンパンとか開けてて、セレブ気取り、すべてを手に入れた主張が、逆に何も手にしていない、劣等感の現れに感じてしまうのは、私だけかな?かな?見える。見えるぞ。私やぞ。美しいね。散々偉そうにしていたやつが崩れゆくその姿。美しいね。一体このホビーの何がホビるというのだ、ホビーってこと。